埼玉県にある PGA ツアースーパーストアの入間店にやってきました。見てください、すごい広い。すごいですよね。こんなに広いと入る前からワクワクするんですけど、早速中に入ってみたいと思います。案内していただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今早速クラブコーナーにいるということで、山田店長、最近のなんか話題のクラブってありますか？やっぱり今ゼクシオですね。やっぱゼクシオ、これですか？これです。まさにこれ、まさにこれ。これはもう最新モデルってことですか？そうですね、まだ発売前なんですけど、メンズとレディースとかでちょっと発売日違うんですけど、来月12月に発売予定のクラブとなってます。うん、これは本当に話題のクラブだ。今実は、はい、その自分自身が結構メンズクラブを来るのか、はい、レディースクラブが合ってるのか、はい、すごい迷っていて、はい、今回は山田店長に、はい、そういうことをちょっとご相談できたらなと思って。かしこまりました、見させていただきます。はい、ありがとうございます、はい。はい、ゼクシオクラブって、はい、新しいモデルなんか特徴とかってあったんですか？特徴、そうですね、今までゼクシオのクラブって、はい、上の部分もいつも通りのクラブつるっとしてたんですけど、はい、ここ見えますか？ここの部分、あ、なんだろう、マークがありますね。マークとあとここに突起があるんですね。本当だ。で、ざっくり言っちゃうと空気抵抗変わりますよと。はい、要は振ってる最中とかでの空気の流れ感を意識することで、はい、簡単に言うと飛距離が上がりやすいですっていうような構造がここのボコってなってるところです。へ、それは振り抜きやすいとかってことですか？そうですね、振り抜きやすさでしたりとか、はい、いろいろと影響が出てくるというところで。へー、すごい、はい、なんかもういろんなテクノロジー入ってるんで、はい、多分言い出すと止まらなくなっちゃうんで打っていただいた方が分かりやすいかな。すごい楽しみです。はい、デザインも本当に今まで通りのゼクシオの感じなんですけど、やっぱりゼクシオ使ってる方ってずっとゼクシオ使われるので、そうですよね、ゼクシオらしさもありつつ、うん、でも打っていただくと、あ、進化したというのは感じられるような感じになってます、はい。おー、楽しみ。やっぱ可愛いですよね、相変わらずデザインが本当に宝石みたいなのが。そうですね、はい、女性に人気なのかなってやっぱ思います。やっぱりレディースの需要が今すごく上がってるんですけど、はい、レディースクラブの中でのシェアも圧倒的にゼクシオの一人勝ちという形で。そうなんですか、はい、すごい。早速じゃあこの魅力あるゼクシオのクラブをメンズとレディース今回は売らせていただいて、はい、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、あ、嬉しい。そしたら早速シダの方に行ってみたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。早速こちらのメンズクラブとレディースクラブの試し打ちをさせていただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、どっちから行きますか？じゃあまずレディースから。レディースから、はい、これがレディースの
ベルシャフトの方があるので、はい、一番レディースの標準となるこのクラブでいきましょう。はい、お願いします、はい。あれですね、普段はメンズですか？普段は、最近はちょっとメンズの、はい、メンズシリーズ出てる。はいはいはい。それに触れてます。あ、なるほどなるほど。そうって感じしますね。もう楽に触れるような。なんかね、早速お願いします。はい。ありがとうございます。どうです、振ってみた感想で、はい、すごく柔らかいなとかって感じたりします？あ、なんかまず最初に感じたのはすごい軽いから、はい、フリなんかテイクバック、はいはいはい、上げやすいなって感じました。そうですね、打った感じがすごい柔らかい感じ、はい、柔らかい感じ、はい、そうですね、ちょっとミス字的な部分から言うと、はい、今打っていただいているスペックだと、うん、ちょっと柔らかすぎちゃったりとか、はい、ボールが上がりすぎちゃったりとかして、はい、距離ロスしちゃってるかなっていうのは見てて、はい、そうなんだ、はい、それはシャフトが柔らかい。そうですね、まず一つはシャフトが柔らかい、これレディースの標準となる L っていうフレックスなんですけど、硬さなんですけど、はいはい、ゼクション特に柔らかめに作ってる部分もありまして、はい、もうあの私のイメージというのは、この機械で30切る方とか30前後のヘッドスピード、フルスピードの30前後の方とかが使ってもらうと一番最大効率的に飛ばしやすいかなっていうところのクラブなので、はい、少しちょっとロースペックすぎるというか、持ってるポテンシャルからするともうちょっと上を行ってもいいかなっていう、はい、はい、シャフトは L があって、はい、あとはゼクシオで何が、はい、ゼクシオの方ですと、はい、A シャフトというのと、はい、R シャフトっていうレディース用で R というものもご用意してます。あ、なるほど。これは R の方が硬いですか？ R が硬いですね、はい、そうなんですね。 L が一番柔らかい。 L が一番柔らかいです。柔らかい。A になるとしなり方も少し変わるような形になってまして、はい、全体的にも硬さも出てくる、張りが出てくるような感じにはなってます。へえー、面白い。 A の方振ってみましょう。あ、いいですか？はい、ありがとうございます、はい。おー、ナイスショー。ありがとうございます。どうだろう。そうですね、さっきの逆に A シャフト振っていただいた方がヘッドスピードが少し上がってます。本当ですね、はい、あ、本当だ、すごい。距離も若干伸びてきてくれてるので、はい、ちなみにすごい曲がり幅が3ヤードしかないので、すごい、まっすぐ飛んでくれる。もうほとんどまっすぐ飛んでるようなイメージですね。コースですごい嬉しい、嬉しいやつです。嬉しいやつすごい、ちょっと思い返ってみます。どうぞ。うん、ナイスショー。ありがとうございます。すごい。さらにヘッドスピードも上がってさらに飛距離も伸びてくれて、すごい、すごくいい球になってます。ただ一つ入れるとすると、はい、このスピン量っていうところ見えますか？はい、でここがやっぱりちょっと多いんですね。多いですね、はい。よく、まあ、男性の方基準だと2000から2500が理想なんて言われるんですけど、まあ、女性の方でヘッ、まあ、フルスピード36前後としても、はい、2800から3000、3000ってちょっと多いかなってぐらいなんですけど、だいぶ多いですね。そしたら1000回転ぐらいやっぱりざっくり多いので、ってなるともうちょっとスピンが減ってくれたら、うん、もっと飛んでくれるって形になるので、男性ものいってみましょうか。はい、今度打っていただくのが、はい、今打っていただいたのが 12.5 度の A シャフトっていうやつなんですけど、はい、角度がもう一度します。 11.5 度、はい、でシャフトが男性ものの R2 というシャフトになってます。 R2 R よりもちょっと柔らかい。あ、
R でもあるんですね、はい、種類が。なので女性の方とかでも、ちょっと触れちゃうような方とかだと、はい、すごくマッチしやすくなってくるんで、もしかしたらこの辺いいんじゃないかなと。え、嬉しい。ちょっと早速、はい、ありがとうございます。こんな感じ。メンズクラブだけど、確かにレディースの、レディース女性の方でも振りやすい感じですね。なんか結構そこまで重いなって感じないですね、はい、特に男性もののゼクシオも、はい、男性クラブの中で見ると非常に柔らかい部類と軽い部類に入ってくるので、はい、あの比較的女性の方からもステップアップしやすいような。そうなんですね、はい、初めてやってみます。はい、一番いい音出たんですけどなんかすごい打った時に気持ちいい音がしました。おお、すごい、すごい。さっきのレディースよりも14度以上伸びてます。すごい。そしてちょっとスピンが抑えられてますね。ました、はい、さっき3800とか言ってたのが3300になったので、はい、500回転減りました、はい、で長い分とちょっと硬くなったので0.2 だけヘッドスピード落ちたんですけど、はい、当たりが良くなって芯をより捉えてるので、はい、より効率よく飛ばしてくれるので飛距離が伸びてくれてる。なるほど、はい、そういう風にこれは見るんですね。はい、すごい。なんかデータで自分のスイングが分かるのが面白いですね、はい、そしてこれなんかすごい振りやすいです。やっぱり振りやすいですか。はい、結構振れちゃう方多いので、はい、女性の方でもメンズクラブデビューにすごい、はい、はい、たまに私これ打ってみてくださいって言って、はい、女性の方に何も言わず男性クラブ渡すときあります。あ、そうなんですか、はい、男性ものですって言うと、はい、身構えちゃう方が多いので緊張しちゃいますよね、はい、もう何も言わず、はい、これで打ってみてくださいって渡すと、はい、意外と打てちゃったりするんですよ。本当ですか、はい、そしたらやっぱり女性の方でも使えるクラブなんですね。そうですね、はい、うん、ナイスショー、ありがとうございます。あ、また減った。嬉しい、また減りました。今ちょっとだけダフったんですけど。そうですよね、うん、すごい性格、はい、でもクラブの方がカバーしてくれるので、うん、はい、飛距離変わんないです。むしろちょっと伸びてるぐらいなんで。本当ですね、はい、すごい。クラブの性能ってやっぱりすごく大事なんですよ。そうですね、はい、やっぱりコース行かれた際とかって、はい、やっぱりもうナイスショットしたら飛ぶっていうのはもちろんなんですけど、はい、あ、これいいなっていう当たりって、じゃあコースでラウンドの時何回出ますかってなると、ってなってくるじゃないですか。そうですね、はい、全部じゃないな、全部じゃないって形になってくるので、うん、あ、今やっちゃったっていう当たりの時でも、はい、ナイスショットと変わらないぐらい行ってくれる。おー、ありがたい。なるとコースでのミスが減ってきて、はい、今まで OB 行っちゃったり林の中行ってたあたりがラフで収まってくれたりとか、もちろんフェアウェイで残ってくれたりとかっていう形になるので、はい、2打目以降っていうのはすごい楽になってくるんですね。クラブの性能がスコアメイクにつながるので、クラブ選びすごい大切だなと思います。大切です、はい、で、シャフトのしなり方は今のままでいいと思うんですけど、はいはい、やっぱりまだスピン量が気持ち多いじゃないですか。はい、多いです。なので R2 のシャフトで角度だけもうちょっと球が上がりにくいようにしてみたいと思います。おお、そんなことができるんですね、はい、で、製品の方ではこのカチャカチャ機能っていうのはついてないんですけど、はい、今このフィッティング用っていう形で、各種シャフトと角度のあるヘッドが選べるようになっているので、はい、まさにこうやって今のシナリオでいいんだけど球を低くしたいなとかっていう方とか、逆に硬いのでいいんだけど球上がらないから角度寝かしたいとか、はい、っていう方でも対応できるようになってます。すごい優秀ですね。今回ダンロップさん、ゼクシオ出してるダンロップさん、なかなか気合い入ってるので、はい、なかなかいいもの作ってくれましたいやー、すごい。これでいきましょうか、はい、R2 のシャフトは変えてないです。シャフト R2 なんですけど、角度が 11.5 度から 10.5 度になってます。本当だ、分かりました。1度の差なんですけど、これが結構大事なので、はい、やっぱりこれは角度が
少なくなる分、球が上がりにくくなる。そうですね、純粋にこう立っていくという形なので、はい、はい、なるほど。少し外れちゃいましたかね。外れちゃいました。真ん中で打ってたかった。ちょっと落ちましたね。またミスしたといっても、うん、最初振っていただいたレディースクラブのいい当たりしたのと変わらないぐらい飛んでます。すごい本当ですね。下はまっすぐやっぱ飛んでくれる。まっすぐ飛んでます。すごい。お、いい当たり。なるほど。すごい。ついに180台から190に突入してます。めっちゃ嬉しい。本当ですね。スピン量もさらに減って2960回転。すごい。2000台突入しました。曲がりもほぼ今曲がり幅 1.3 ヤードなので。 1.3 ヤード。はい。わあ、まっすぐ飛んでくれた。まっすぐ飛んでます。はい。もうコースいったら周りから歓声ですよ。あ、嬉しい。レンズカーブって確かになんか重いとか長いとか、はい、そういうイメージがずっとあったんですけど。はい。なんか全然イメージと違いますね。はい、イメージ変わると思います。めっちゃ変わりました。はい、女性の方で多いのが、はい、道具何使っていいかわからないっていう方やっぱすごく多いんですよ。はい、そうなった時に、まあ、女性だからレディースクラブでいいかっていうので結構女性もののクラブ使ってる方やっぱは、まあ、ほとんどなんですけど。そうですよね。でもちゃんと見てあげると、いやいや、もっと飛ばせるポテンシャルあるのになっていう方は実は結構いらっしゃいます。私もずっと母親から譲ってもらった関代さんクラブを使っていて、はい、でなんかそのクラブ全部一緒じゃんって思ったんですけど、はい、全然違うなっていう。そうですね。はい、すごい今実感しました。よかったです。最終的に私に合うクラブ発表していただいてもいいですか。はい、角度は 10.5 度、はい、10.5 度、はい、メンズ用の 10.5 度、はい、でシャフトもメンズ用の R2 シャフト、はい、R2 シャフト、はい、こちらが合うと思います。ありがとうございます。すごい断言していただきました。ということで今回は、レディースクラブの 13.5 度の L シャフト、そしてレディースクラブの 12.5 度の A シャフトで、その後に、今度はメンズクラブの 11.5 度の R2 シャフト、そして最後にメンズクラブの 10.5 度の R2 シャフトを振らせていただきました。でこれ順番に振らせていただいたんですけど、本当に結果がどん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 伸びていって、これはもう山田店長の結果がもうすごい神がかっていて、恐れ多いです。もう本当に結果に現れてしまうぐらい山田店長のフィッティングが正確にしてくださるので、もしスイングだったり新しいクラブだったりお悩みの方はぜひ入間店の山田店長のところに訪れてフィッティングをしてもらってみてはいかがでしょうか。ありがとうございます。ぜひぜひお待ちしてます。あと本当にセクシオクラブもすごい振りやすくて、もしクラブでお悩みの女性の方とかいらっしゃいましたら、ぜひメンズクラブも挑戦してみてください。山田店長、今回はドライバーのシダをさせていただいてありがとうございました。はい、この動画が良かったらグッドボタンと高評価お願いします。コメントもお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。